こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、冬のビジカジアイテムはこの5点だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。僕の普段のチャンネルの中ではカジュアル着について皆さんにお伝えすることが多いんですが、結構皆さんからのリクエストで冬のビジカジですね、この着こなし方を教えてほしいというものが多かったので、まあ、今回の動画の中ではしっかりめに解説をしていきたいなと思っています。まあ、確かにですね、YouTube 界隈の中でも、割とこうカジュアルな着こなしの方法についてはいろんなチャンネル でででで言及されててるかかかなななととと思思うんすすすががスーツですとか美に関してはそこまままだ情報量が多くいいのかなと思います、まあ、僕のチャンネルの特徴としましては、やっぱりこう、おしゃれ上級者向けの情報をお伝えするというよりは、一般の方が取り入れやすいような、親しみやすい着こなしをですね、発信していっているので、まあ、そのような身近なビジカジスタイルの情報というのは、まだまだ多くないかなと思うので、今回の動画の中では、リアルに使えるアイテムですとか着こなしをですね、皆さんにしっかりめに解説をしていきたいなと思っています。まあ、今回5点の アアアイイイテテテムムムをご紹介ししまますすがどのアイテムに関しても定番的でベーシックな美アイテムかなかと思います、まあ、今回はアイテムをメインとして解説をしていくんですが僕の考え方ではアイテム選びとコーディネートどちらが重要かというとアイテム選びの方が重要度が高いかなと思ってるんですね、まあ、コーディネートというのは、まあ、もちろん重要なんですがそもそもベーシックなアイテムさえしっかりと揃えておけばそれらをどのようにコーディネートしてもそこまで失敗がないからなんです、ね 一方で、アイテム選びの段階で失敗してしまうと、それをコーディネートでどうにかしようというのはなかなか難しいので、まずは基本的なアイテムを集るということですね。ここから入っていただいて、それらのアイテムをどう組み合わせるのかも今回しっかりとお伝えしたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に冬のビジカジアイテムを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、冬のビジカジの一番ベースになるようなものなんですが、こちらですね、セットアップになります。まあ、ビジカジだとですね、スーツを着るというよりは、単品でも使えるようなジャケットとボトムスの組み合わせ、まあ、いわゆるセットアップですね、このあたりが使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、スーツに比べると、セットアップというのは、ジャケットの着丈がやや短かったりだと思います。 とか、ボトムスもですね、シルエットがやや細身になっていてそれぞれ単品でも使えるというところが特徴になってくるかなと思います、まあ、スーツよりもちょっとリラックス感があってよりカジュアル使いもしやすいようなアイテムになっているんですがこの辺りを軸にするといいんじゃないのかなと思いますではこのセットアップはですねいろんなバリエーションがありますがどんなものを持っておくと便利なのかで言いますと個人的に一押ししたいのは ネイビーかグレー。この2色になるかなと思います。メンズファッションにおいてもベーシックな色合いとしてこのあたりというのは、まあ、1着持っておけばまず間違いがないようなそんな色合いになってくるかなと思います。まあ、それぞれに特徴がありましてネイビーに関しては清潔感があって爽やかに見えるというような印象ですね。グレーに関しては大人っぽくですね少しクラシックな雰囲気がするというところが特徴になってくるかなと思います。まあ、それぞれですね目的に応じて使い分けるのがいいかなと思ってます。 してただ、より多くの男性に似合いやすいのは、ネイビー無地のセットアップかなと思います。僕たち30代、40代の大人世代だったら、やっぱり清潔感というところをベースに着こなしを考えた方が分かりやすいかなと思うので、ネイビーが鉄板なんですけども、まあ、バリエーション出したいなとか、ちょっとこう動画なので大人っぽく見せたいなとか、目的があるのであればグレーもいいと思います。ネイビーばかりで飽きてきたという場合にもグレーの選択肢というのは十分機能してくれるのかなと思うので、このあたりはお勧めしたいところかなと思います。具体的にはですね、 今回こちらをご紹介します。ビューティーユースのですね、これウェブ限定となっていますが、ワードローブスマートというシリーズがあるんですね。このシリーズというのは結構ですね、トレンドに振ってあるようなサイズ感だとか、アイテムっていうわけではなくて、ベーシックに大人の男性が間違いなく着るようなものをですね、ラインナップしてあるので、結構使いやすいんですね。まあこちらのラナテックセットアップですね、背抜きジャケットイージーパンツということで、両方セットになって19,800円ということで、まあかなりこれは使い勝手がいいんじゃないか。 のかなと思いますまあ、先ほどもお伝えした通りこのシリーズというのはですねトレンド感をあえて強めに入れてないんですねベーシックで使いやすいというところをですねコンセプトとして作ってあるのでまあ、ビジネスカジュアルにはもう最適かなと思いますで秋冬のセットアップなんですけども素材の質感としては少し肝感があったりだとか温かみがある方が季節感みたいなものが出しやすいかなと思うんですが余裕がある方はぜひそういった記事を選んでみてくださいただあんまりセットアップの数多く持ちたくないのであれば長く使えるようなこ こちらのラナテックのセットアップなんかは使いやすいかなと思います。基本的には 秋、冬、春ですね。この辺りの3シーズン使えるような、さらりとした素材使いなので、割とですね、使える期間が長いかなと思います。特に、セットアップみたいなものは、単価も安くはないので、この辺りのですね、3シーズン系のものを持っておくのが、まずはベースになってくるかなと思います。ま、ラナテックというのはですね、河川なんですね。かなりウールに近いような質感の河川なので、この辺りは、ウォッシャブル対応してたりだとか、伸縮性があって、着心地が良かったりだとか、機能的で使いやすいんですね。ま、この辺りも、現代の ライフスタイルに合わせたような形で素材を使っているのでなかなかバランスに仕上がりかなと思いますこれウールで作るとやっぱりですね19,800円という価格帯はなかなか難しいのでラナテックを使いながら気軽に使いやすいというところでデザイン的にもベーシックで癖がなくてシルエットも綺麗なんですよねちゃんとウエストのシェイプも効いてるしボトムスもテーパードが効いていてスタイルがよく見えるというところでは本当に完璧な仕上がりかなと思うのでこのセットアップはお勧めしたいところかなと思いますまあ、ネイビーか もしくはミディアムグレーですね。まあ、どちらもすごくバランスがいいかなと思いますし、ビジネスでも使うことができればまあ、ちょっと綺麗めな。私服として落とし込むこともできてまあ、ちょっと休日にね。素敵なレストランに行く時、なんかにもこういったものは応用できるので、ネイビーかミディアムグレーのセットアップはまあ、是非チェックしていただくといいんじゃないのかなと思っています。でまあ、ビジネスシーンで着るのであればこのあたりが使いやすいんですけども。もうちょっとおしゃれ感出したいのであれば、こちらのようなダークブラウンですね。なかなかいい色合いになってるかなと思います。まあ、ブラウンのジャケットだ。 スーツというとととうななかかかおじさんぽく見えたいだとかちょっとこううううベーシックかかららら外れるるようででししづいいとと思思方もっゃなんですがこちらはダークブラウンで色濃いんですね。なので、や暮ったく見えないですし、割とですね、スマートなシルエットなので、着るとバランスがよくはまるかなと思うので、まあ、ちょっとネイビーとかグレーはすでに持っていて、少しおしゃれ感出したいのであれば、ダークグレーをトライしてみるのもいいかなと思うので、まぜ、あ、ひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いて二つ目のアイテムなんですが、丸首のニットですね。これまた秋冬のビジネスカジュアルには欠かせないようなアイテムになってくるかなと思っています。まあ最近では春夏のですね、ビジネスカジュアルだと、セットアップに対して丸首の T シャツを合わせるみたいな着こなし、かなり増えていますよね。白 T にネイビーのセットアップみたいな男性は、割と見かける機会も増えましたが、まあそれのですね、秋冬バージョンということで、ジャケットの下には丸首のニットですね。半袖の T シャツよりはかなり綺麗め に見えるので、大人の男性ににもハマりのいいいでですすねアイテムななってくるかなと思いますでこのような丸首のニット、セーターに関しましては、厚みだとかフィット感がすごく重要なんですね。というのも丸首のニットって、カジュアルのシーンでも使うことも多いし、ビジネスカジュアルで使うこともあるんですけども、カジュアルのニットというのは、やはりですね、ちょっと中肉厚になっていたりだとか、サイズ感にゆとりがあったりするので、それをですね、ジャケットの内側に着るのは、やっぱり無理があるんですね。ビジ,カジに適したようななるべく薄 でロンティ感覚で着れるということですねそして目が細かくて上品であることこのあたりが美塾地に適したニットの条件になってくるかなと思いますで今回は具体的に例を出したいなと思うんですがこのようなものがおすすめですムーンキャッスルのウールクルーネックニットですねこれなかなかバランスがいいなと思うんですね皆さんはこのムーンキャッスルというブランド名は聞いたことがないかなと思うんですね僕自身ももともと知らなかったんですが僕の知人からですねこちらのブランドを教えてもらったんですねいわゆるですねファクトリーブランド と言われるような工工場場ででですすねね昔からニットをを、ね、専業作作っってててきた工場が自社ブランドを作って運営しいわゆるですね、カジュアルで使うニットよりはベーシックで定番的なニットになっていまして、ハイゲージですね、目が細かくてフィット感に関してはジャストサイズなので、決してこう今っぽいニットという感じではなくて、本当にジャケット下に綺麗めに着るには間違いのないような仕上がりになってるんですね。ニット特有のチクチク感も出ないような上品な素材を使っていて、 ニット専業のののの工場ででで作られていいるる良さというのはもう定評があるんですね、まあ、この辺りも含めてかなりバランスがいいかなと思います。で、丸首のニットはこの首周りのフィット感がすごく重要で、この辺りがだらしなく空いていると、どうしても大人男性には似合いづらいんですね。カジュアル用のニットっていうのは、割とこの首周りのフィット感が緩いものが多いんですが、こちらのニットに関してはビジネスカジュアルで使えるようなニットになっているので、割とですね、フィット感も含めてバランスがいいかなと思いますし、価格帯も11,550円ということで、 で、この質感と作りの良さで、この価格というのはかなり驚きがあるので、使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、続いてカラーなんですが、どれを選ぶのかはすごく重要になってきます。先ほどですね、僕はネイビーのセットアップとグレーのセットアップをご紹介しました。この2つに、まずは合うところで言うと、オフホワイトですね。これが間違いのない選択かなと思います。ネイビーのセットアップにも、グレーのセットアップにも、このようなオフホワイトはもう抜群に合うので、まずこの1枚はベースとして持っておくのがいいんじゃないのかな なと思います真っ白よりも少しですね黄みがかってる方がよりナチュラルで自然な見た目になるので秋冬っぽさも漂いますしなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います続いておすすめしたいのがライトグレーですね特にネイビーのセットアップに対してライトグレーのニットというのはこれも王道的な着こなしで、まあ、こちらの写真のようにすごくハマりがいいんですね、まあ、ですのでこういった色合いを持っておくのもいいと思いますただグレーのセットアップに対してライトグレーの丸首のニット合わなくは はないんだけども、少し中上級者向けのですねグラデーションコーデになるのでグレーのセットアップの場合にはこちらのようなブラックのニットですねこれまた相性がいいですモノトーンでシャープにまとめるのがグレーのセットアップには非常によく合うのでこちらの写真のようにブラックのニットで引き締めるのもすごくバランスがいいかなと思いますそして少しですね変化球にはなるんですが着こなしに鮮やかさを足したかったらこのようなロイヤルブルーのようなニットを入れてもらうのもすごくバランスがいいかなと思います、まあ、ネイビーのセットアップに対して ロイヤルブルブーですねこれもググラデーーション効果でですすごくハマりがいいですしグレーの中にロイヤルブルブーでで華やかかさを足すのののもバランスがいいかなと思うので、まあ、このような形で丸首のニットを入れていただくと、まあ、すごくバランスのいい着こなしができるかなと思います。また、クルーネックセーターもいいですし、あとは、モックネックセーターですね。このあたりもなかなかバランスがいいんですね。通常の丸首よりも少しだけ襟周りが高さがあって、よりですね、季節感が出るので、暖かさを重視したいだとか、トレンド感を出したい場合は、モックネックも含めて検討していただければ なと思っています。 はい、続いて3点目のアイテムなんですが、シャツですね。まあ、ビジカジシーンでは、個人的には、セットアップの内側には丸首のニット、これが鉄板だなと思ってるんですが、やっぱり襟付きのシャツを着たいという方もいらっしゃると思いますし、襟付きのシャツじゃないといけないという職場もあるかなと思うんですね。まあ、そんな時にどういったシャツをですね、冬は用意をしておくべきなのかと言いますと、まあ、もちろんベーシックなコットンのシャツでもいいんですが、まあ、今回ご紹介したいのは、このようなフランネル素材、 のシャツなんですね今回選んでみたのはメーカーズシャツ鎌倉のですねスリムフィットフランネルというシリーズになりますまあ、このようなベーシックなシャツなんだけども表面に少しだけ毛感があって柔らかさ温かみみたいなものを感じるシャツが1枚あるとすごく便利なのかなと思いますまあ、カラーに関しては本当にオーソドックスに選ぶのであればホワイトがいいと思いますしあとはですねほんのりカジュアル感を出したいのであればブルー系ですねこのあたりも使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますネイビーのセットアップに対し して淡いブルー系は相性いいと思いますし、グレーのセットアップに対してホワイトのシャツはすごく相性がいいので、まあぜひこういったものも1枚揃えておくと便利かなと思います。メーカズシャツ鎌倉に関してはシャツ専門なのですごくですねバリエーションも多いです。季節に応じたものもしっかりと用意してあるので、身支度においてシャツを選ぶのであればまず選択肢としては考えておくといいブランドかなと思います。襟型はワイドカラーぐらいになってまして第一ボタンを開けた時の襟の広がりが綺麗でしっかりと広がるのでジャケットの,襟の 内側にで、すすすねねししっかりとはまりとま込むんでで、ね、なののバランスススよくビジネスカジネカュアルルタイルが作れますしで素材なんですけども、フランネルといっても、すごく希望感が強いというわけではなくて、割と本当に少しだけ希望感がある程度なので、使い勝手がいいというとこですね。あとは、よーく見ると、折り柄になってまして、結構ピッチの狭いヘリンボン柄が、うっすらと見えるんですね。このあたりも、プレーンすぎるシャツよりは、ノーネクタイの時にも、なかなかバランスのいい仕上がりになっているので、使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。このような シャツに対してセットアップを着るというのもいいですしあとは先ほどご紹介したような丸首のニットですねシャツを第一ボタン開けてその上に丸首のニットを着てそしてセットアップというような着こなしですね、まあ、このような形も秋冬のビジネスカジュアルにはすごく適しているかなと思いますでニットの襟型なんですが昔はですね V ネックのセーターに対してこのようなシャツを合わせるようなスタイルが主流だったかなと思うんですが最近は割とこのようなスタイルはちょっとですね旬ではなくなっ なっていまして丸首のニットとこのような重ね着をしていただくとバランスがいいかなと思いますあとはもう少しカジュアルがオッケーな職場であればバンドカラーシャツですねこれを襟元からちょっと覗かせてその上にですね丸首のニットという着こなしですねこのような形ですねこんな形で着てもらうのもなかなかバランスがいいかなと思います、まあ、このあたりは職場に応じてですね使い分けていただければなと思うのでまずは秋冬っぽいですねこのようなフランネル素材のシャツですねそれかもしくはこちらのようなバンドカラーのシャツですね ちょっと襟元から見せながらですね、セットアップと合わせるのもすごくバランスがいいので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はアウターをご紹介したいなと思います。 ビジネスカジュアルにおいて、どのようなアウターですね、コートを着ればいいのかというところで、まあ、選択肢としては2つあります。チェスターコートとステンカラーコート。このあたりは、動画の中でも何度もご紹介しているような、冬のベーシックなコートになってくるかなと思います。まあ、それぞれですね、特徴がありまして、チェスターコートに関しては、ジャケットの着丈をそのまま長くしたようなデザインがベースになっているので、シャープで綺麗な雰囲気に仕上がるというところですね。これが最大の特徴になってくるかなと思います。 一方で、ステンカラーコートに関しては、最もベーシックなビジネス用のコートとして、すごくですね、安心感のある見た目になるんですね。で、シルエットとしてはボックス型で、今のトレンドにも合ってるので、すごく使い勝手の良い,いコートかなと思います、まあ。この2択、お好みで選んでもらうのがいいかなと思うんですが、まあ、個人的にビジネスカジュアルで使うと便利かなと思っているのが、チェスターコートかなと思っています。カジュアルで使うとですね、チェスターコート、やや旬を過ぎたかなという感じがあるんですが、ビジネスシーンで着る場合には、ジャストサイズのチェスターコート、 スターコートがめちゃくちゃハマりがいいのは間違いがないかなと思います一方でステンカラーコートなんかもいいんですが割とですね普通に見えるんですね特に色ですねネイビーだとかグレーとかのステンカラーコートをですねビジネスカジュアルで使うとすごく地味に見えるのでまあ、デザイン的にもシャープに見えるチェスターコートを着た方が僕はですねシャープにまとまるので人との違いもほんのり出しやすいかなと思いますで具体的に今回ご紹介したいのはこちらですねグリーンレーベルのですねビ チェスターコーコトで、すすねこういいいいったものがが着あるととままず間違いがないかなか思いますでチェスターコートも僕の動画の中ではカジュアルで使うものは少しオーバーサイズっぽいものをですね、ご紹介してるかなと思います。肩はですね、ラグランになっていて、まあ、少し丸みのあるようなシルエットになっていますが、こちらに関してはもう本当にビジネスに特化したようなチェスターコートになっているので、まぁ、あ、肩周りに関してもそこまでリラックス感を強く出しすぎてないですし、ボックス型で全体的なサイズ感もベーシックそのものなの のですごくビジネスシーンに使いやすいかなと思います。カラーに関してはネイビーとダークグレー二択になってくるかなと思うんですが、まあ、先ほどのセットアップでもお伝えした通り、清潔感を出したいのであればネイビーですね。よりベーシックなイメージになるかなと思います。で、ダークグレーに関しては割とですね、都会的なシャープな色合いに仕上がっているので少しカジュアル感出ますが、これもですねなかなかバランスがいいかなと思うので、まあ、好みで選んでもらってまず間違いがないかなと思います。まあ、素材に関してはウールポリエステルナイロンのブレンド素材になっていまして、まあ、肌 さもですすね実感してていいただけるるようななななそんな仕上がりになってるかなと思いますもちろん、ビジネスカジュアルでも使えるんですが、綺麗めな私服であれば使っていただけるかなと思いますね。まあ、そこまでですね、旬な着こなしを出すというようなアイテムではないので、40代中頃以上の大人の男性であれば、カジュアルな着こなしの中でも綺麗にはまってくるかなと思うので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、チェスターコートというのはですね、デザイン上、この首元が開くんですね。このあたりも一つのポイントとして考えているんですね。 一方でステンカラーコートというのは前が全部閉まるような仕様になっているのでこの後ご紹介するある小物との相性は僕はチェスターコートの方がいいと思うんですねそのあたりも意識しながら僕はですねチェスターコートをビジネスカジュアルのアイテムとして選んでるわけなんですがまぁぜひですねビジカジのコーディネートに関してはこういったウール系のコートですねチェスターオアステンカラーコート好みでいいのでぜひ皆さんも選んでみていただければなと思っています はい、続いてラスト5点目なんですが、先ほどちょっとだけですね、匂わせながらもお話ししていましたが、冬のビジカジにおいてすごく重要になってくる小物ですね、ご紹介したいなと思うんですが、 マフラーですね。このあたりも、首元を温めるという意味では、すごく重要なアイテムになってくるかなと思っています。今日ご紹介したビジネスカジュアルのアイテムというのは、基本的にベーシックなので、すごく定番的でハマりがいい一方で、少しですね、地味になってしまうというデメリットもあるわけですね。まあ、そこに対して、ほんのりアクセントを添えてあげるという意味でも、マフラーというのは、無地のものよりは、少し色の混じり感があったものの方が、僕はバランスがいいかなと思っています。そこで今回ご紹介したい のが、まあ、スーツカンパニーのマフラーですねこちらのウールカシミヤの折り柄入りのですねマフラーになっています色に関してはですねグレイベースのものとネイビーベースのものどちらもいいのでまあ、それぞれご紹介できればなと思いますまあ、マフラーというと結構単色のブラックだとかグレーネイビーみたいなものもありますがそれだとですね本当にこう使い勝手はいいんですが着こなしのアクセントにはならないので個人的には色が混じってるようなものがすごくバランスがいいかなと思います特に今回 ご紹介するこちらのマフラーのようにグレーをベースにしながらもグラデーションカラーになっていて巻き方によって色の見え方が変わってくるみたいなものがビジネスカジュアルのスタイルの中で浮きすぎないし、かといって地味にもならないので非常にハマりがいいかなと思うんですね。グレーのセットアップに対してこのようなマフラー入れるのもいいと思いますし、ネイビーのセットアップに対してグレー系のマフラーもすごく相性がいいのでまどちらのスタイルにもハマりやすいかなと思います。このやりすぎないですね、程よい地味でもないし派手すぎないという。 このバランスですね、なかなか良い仕上がりになってるかなと思いますし、価格も6490円ということで、これはですね、かなりお勧めできるんじゃないのかなと思います。またこちらもですね、配色すごくいいなと思ってまして、ライトブルーからネイビーというところで、すごくグラデーションの流れが綺麗なマフラーになっていまして、ネイビーのセットアップにもグレーのセットアップにも相性がいいので、このあたりは好みで選んでいただければいいかなと思います。まあ、先ほどコートをご紹介しましたが、ステンカラーコートというのは、あの前閉めてしまえば、そこまでマフラーってしなくてもですね、 それなりに暖かいんですが、チェスターコートはジャケットと同じようにこの V ゾーンが開くんですね。ここに対してマフラーを入れていただくことで、首元を暖かくすることもできるし、着こなしのアクセントにもなるので、ビジネスカジュアルでちょっと地味になりがちな時には、こういったもので色を足してあげるのがすごくバランスがいいかなと思っています。巻き方はいろいろとあるんですが、まあシンプルにワンループで巻いてあげるのが今はバランスがいいかなと思います。あとはピッティ巻きと呼ばれるような、ちょっと複雑な巻き方もあるんですが、まあ 40代以上の男性で少し華やかさを出したいんだったらこういった巻き方もいいかなと思うのでぜひ、まあ、ですね、このあたりのウールカシミアのですね、上品なマフラーで着こなしのアクセントに添えていただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、冬のビジネスカジュアルはこの5点だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。改めておさらいをすると、セットアップに関してはネイビーオアグレーですね。もちろん2パターン持っとくのもすごくバランスがいいかなと思います。続いて、丸首のニットか、モックネックのニットですね。このあたりがあると便利です。ホワイト、ライトグレー、そしてブラック、ロイヤルブルーのような差し色もあると便利かなと思います。続いて、シャツですね。少し気毛感のあるようなフランネル素材のものが1着あると そしてチェスターコーーコトにマフラとというところで、まあ、この辺りがあれば十分に秋風のビジネスカジュアルは回るかなと思います。ぜひ皆さんもですね、この辺りのアイテムチェックしていただきたいなと思います。それに対して最後、靴どんなものが合うかなというところで、ブラック系のレザーのスニーカーか、もしくはコインローファーですね。この辺りのブラックがあれば、まず間違いがないかなと思います。まあ、少しカジュアルな着こなしでも OK の職場であれば、僕はレザースニーカーなんかもいいと思うんですね。アッッパーーはブラックでソールの部分が ホワイトというようなこのようなスニーカーはデバイス版ですね先日ご紹介したものなんかがすごくハマりがいいと思いますし少し綺麗めな着こなしですねシャツなんかを合わせる場合にはちょっとこうレザースニーカーだと軽いかなと思うのでローファーみたいな少し綺麗めなですねシューズを合わせてもらうとバランスがいいかなと思うのでこの辺りを含めてぜひ皆さんもですね冬のビジネスカジュアルお楽しみいただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ、普段なかなかお伝えできないような ッッットショップののオリジナルからドドドメステティックブブラランンまたはは専門ブランドのようななちょっとツーなアイテムに関しては僕がもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画とそれに加えて週に1本ですね。ライブ配信をやっていまして、皆さんから頂い,いたご質問にお答えしながらですね、ワイワイ楽しくやっていますので、よかったら概要欄の方からチェックしていただければなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画 ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムをですねほぼ毎日皆さんにご紹介をしています僕もですねほぼ毎日投稿してますし僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれていますまたサロンの参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています気になる方はぜひこちらも概要欄の方からチェックしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに